あなたは自分の専門領域でどのようにして新しい視点を見つけますか？専門家とは、あらゆる可能性を排除した上で間違いを犯す人のことだ。これは量子力学の先駆者ニルス・ボーアが発した言霊です。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はニルス・ボーアの言霊を紹介していきます。ボーアは、専門家とはあらゆる可能性を排除した上で間違いを犯す人のことだと言っています。この言葉には、限られた視点で考えることで間違いを犯す可能性があることを指摘しています。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず、ニルス・ボーアのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきましょう。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。ニルス・ボーアさんとその専門である量子力学については全く知識がないので、学べることを楽しみにしてきました。まずニルス・ボーアさんの生誕や量子力学という学びをスタートする経緯などが知れたら嬉しいです。確かに量子力学は難しく感じてしまうよね。ではご要望通り、ニルス・ボーアの生誕から話していくね。ニルス・ボーアは1885年10月7日にデンマークのコペンハーゲンで生まれたんだ。彼の父親は生理学者で、母親は教育に熱心だったから、ボーアは小さい頃から科学や数学に興味を持っていたんだ。ボーアはコペンハーゲン大学に進学して物理学を勉強した。博士論文では金属の電子について研究して、この成果が彼の将来の研究に大きく影響したんだ。ボーアはマンチェスター大学でアーネスト・ラザフォードと研究している時に量子力学に興味を持ち始めた。ラザフォードの原子模型に触発されて、ボーアは自分の理論を考え始めたんだ。1913年にボーアはボーアモデルという電子が特定の軌道を回るという理論を発表した。この理論は後の科学者たちに大きな影響を与えたんだよ。1922年にボーアは原子の構造と放射の研究でノーベル物理学賞を受賞したんだ。これは彼の研究がどれだけ重要だったかを示していることになるね。どうだい、ボーアの生まれた場所や量子力学の学び始めた経緯が少し分かったかい？ノーベル賞まで受賞しているんですか？量子力学について簡単に分かりやすく説明してほしいなっていうのと、ニルス・ボーアさんが科学界へ与えた貢献とか影響とかを教えてほしいです。量子力学は物質やエネルギーの最も小さな単位を研究する分野だ。ここでは電子や光子などの微小な粒子の動きを説明するんだ。ニルス・ボーアはこの分野で大きな貢献をした科学者なんだよ。ボーアの一番有名な業績はボーアモデルという原子のモデルを提唱したことだ。このモデルでは電子が特定の軌道を回ると考えたんだ。この理論は当時の科学者たちにとって大きな発見だったんだ。ボーアの研究は他の科学者たちにも大きな影響を与えたんだ。例えば量子力学の基礎を築いたことで多くの新しい理論や技術が生まれるきっかけになったんだ。ニルス・ボーアは1922年にノーベル物理学賞を受賞していることは伝えたよね。これは彼の研究がどれだけ重要だったかを示している証拠といえる。量子力学の基本やボーアの功績について少しは理解できただろうか？すごいことを成し遂げた人なんですね。そんな人なら特別な背景を持っていそうですね。家族や幼少期の生活に特別なことはあったんでしょうか？さらに大事にしていた哲学や信念、そしてどんな風に最後を迎えたかについてもう少し詳しく知りたくなりました。ニルス・ボーアがすごいことを成し遂げたのは、ハミルさんの想像通り特別な背景があったからなんだ。彼の家族や幼少期の生活にはどんなことがあったのか少しだけ話していくね。彼の父親は生理学者で、母親は教育に熱心だった。こうした家庭環境のおかげでボーアは小さい頃から科学や数学に興味を持つことができたんだよ。家族の支えがあったからこそ彼は自由に学び考えることができたんだ。次にボーアの哲学や信念について話そう。彼は常に新しい視点を持ち続けることの大切さを信じていたんだ。科学において間違いを恐れずに挑戦する姿勢が重要だと考えていたんだよ。ボーアは科学者としての成功だけでなく人間としての成長も大事にしていたんだ。彼は他の科学者たちと意見を交換し協力することを重視していたんだ。こうした姿勢が彼の研究において多くの新しい発見を生む原動力になったんだよ。最後にボーアの晩年について、
彼は生涯を通じて科学の発展に尽力し続けたんだ。1962年、77歳で亡くなるまで、ボーアは科学界で尊敬される存在であり続けたんだ。彼の研究や思想は、今でも多くの科学者たちに影響を与え続けているんだよ。常に新しい視点を持ち続け、挑戦することの大切さを、ボーアから学び、感じ取ることができるね。お話を聞いていて、一貫した道を進んだ人なんだなって感じました。何か、強い意志に動かされて、きっと今回のテーマである言霊を発したんだと思います。言霊の背景を探ってもらってもいいですか？その通りだね。では、いよいよ言霊の背景を深掘りしていきましょう。ニルス・ボーアの名言、専門家とは、あらゆる可能性を排除した上で、間違いを犯す人のことだが生まれたきっかけは、彼の研究と経験から来ているんだ。ボーアは、量子力学の研究を進める中で、常に新しい考えや視点を取り入れることの重要性を感じていたんだ。科学の世界では、間違いを恐れずに挑戦することが、真の発見や進歩につながるという信念を持っていたんだよ。ボーアの研究は、数々の苦悩や挑戦を伴っていたんだ。量子力学という新しい分野は、当時の科学者たちにとって非常に難解で、理解しづらいものだったんだ。ボーアもその中で、多くの試行錯誤を繰り返し、何度も失敗を経験したんだ。それでも彼は諦めずに研究を続け、新しい理論を提唱し続けたんだよ。例えば、ボーアがボーアモデルを提唱した時も、初めは多くの科学者たちから批判や疑問の声が上がったんだ。それでも彼は、自分の信念を貫き、実験や理論の改良を続けた結果、そのモデルが認められ、多くの科学者たちに影響を与えたんだ。このように、ボーアの名言には、彼自身の苦悩や挑戦、そしてその中で得た教訓が込められているんだ。間違いを恐れずに新しい視点を持ち続けることが、どれだけ重要かを教えてくれているんだよ。どうだい、ボーアの名言がどのようにして生まれたか、少しは伝わったかな。さっきまでは、すごい人ってイメージしか湧かなかったんですけど、やっぱりたくさんの苦悩や批判の中で、自分を貫いた経緯があったんですね。当時の科学界の状況や、ニルス・ボーアさんのやり方とかに、ギャップがあったから、批判が生まれたんでしょうか？そうだね。ニルス・ボーアが直面した批判や苦悩の背景には、当時の科学界の状況や彼のやり方が大きく関係しているんだ。では、当時の科学界の状況とボーアの研究方法についてお話しするよ。ニルス・ボーアが活躍していた20世紀初頭は、科学の世界が大きく変わり始めた時期だったんだ。それまでの物理学は、ニュートンの古典力学が中心で、物事が直感的に理解しやすい理論が支配していたんだ。でも、微小な粒子や原子のレベルでは、古典力学では説明できない現象が次々と発見されていたんだよ。この中で、量子力学という新しい分野が登場したんだ。でも、量子力学の概念はとても奇妙で、古典力学の常識から大きく外れていたんだ。例えば、電子が特定の軌道を飛び越えるような振る舞いをすることや、粒子が波としても振る舞うことなど、当時の科学者たちには受け入れがたいものだったんだよ。この新しい量子力学の世界で、ボーアモデルという原子モデルを提唱したんだ。このモデルでは、電子が特定の軌道を回ると考えたんだけど、これは当時の古典力学の考え方とは大きく異なっていたんだ。科学者たちは、電子が軌道を飛び越えるという考え方に対して大きな抵抗感を持っていたんだ。ボーアは、実験と理論の両方を重視して研究を進めていたんだ。彼は常に新しいデータや観察結果を取り入れ、自分の理論を改良していった。でも、このやり方もまた、当時の科学者たちには奇抜に映ったんだ。だから、ボーアは多くの批判を受けながらも、自分の信念を貫いて研究を続けたんだ。その結果、彼の理論は徐々に認められ、多くの科学者たちに影響を与えることができたんだよ。批判や苦悩を乗り越えて、新しい視点を持ち続けることが、どれだけ難しいかが伝わったら嬉しいよ。新しいことは、奇抜に映ることがありますよね。だからこそ、素敵な言霊を発せたんだと思うんですけど、その影響や反響も気になります。さらに、現代ではどんな解釈をされているんでしょうか？新しいことは時に奇抜に見えるけど、だからこそ進歩が生まれるんだよね。ニルス・ボーアの言霊も、その革新性があったからこそ大きな影響を与えたんだ。彼の言葉が当時どんな影響や反響を生んだのか、そして現代ではどう解釈されているのかについてお話しするね。ニルス・ボーアの専門家とは、あらゆる可能性を排除した上で、間違いを犯す人のことだという名言は、当時の科学界に大きな衝撃を与えたんだ。この言葉は、専門家たちが一度固定観念を捨てて、新しい視点を持つことの重要性を強調しているんだよ。
当時ボアの考え方は一部の科学者たちには受け入れられにくかったけど、同時に新しい考え方に開かれた科学者たちには大きなインスピレーションを与えたんだ。ボアのアプローチは後の科学者たちが量子力学をさらに発展させるための基礎となったんだよ。例えばハイゼンベルクやシュレーディンガーといった有名な科学者たちがボアの考え方をもとに新しい理論を展開していったんだ。現代においてもボアの言葉は多くの分野で引用され重要視されているんだ。例えば科学だけでなくビジネスや教育の分野でも新しい視点を持ち続けることの大切さを教えてくれるんだよ。この言葉は専門家であっても常に学び続け変化を恐れずに挑戦する姿勢を忘れないようにというメッセージを含んでいるんだ。また現代の解釈としては専門家が固定観念にとらわれることなく多様な視点を取り入れて柔軟に対応することが求められているんだ。ボアの言葉はこうした現代の要求に対しても強い示唆を与えてくれるんだよ。どうだい、ボアの言霊が当時どんな影響を与え現代ではどんな風に解釈されているか少し分かったかな。新しいことに挑戦する勇気と常に学び続ける姿勢が大切だよね。共感してくれる科学者もいたんですね。失敗することって怖いけど支えがあるだけでエネルギーが湧いてきますもんね。そして幅広い分野で今もなお影響を与え続けている、そんな言霊を私たちがどんな風に未来に生かしていけるかお話しさせてもらいたいです。もちろんだよ。それでは次のセクションで考えていこうね。私たちが未来に生かせることについていくつかのアイデアを提示してみるね。固定観念を捨て新しい視点を持つこと、失敗を恐れず挑戦すること、他者との意見交換と協力を重視すること、継続的な学びの姿勢を持つこと、科学的思考を日常に取り入れること、多様性を尊重し多様な視点を取り入れること、多様なバックグラウンドや意見を尊重し取り入れることで豊かな視点が得られるからね。この中でどれか話したいなってことはあるかな。固定観念を捨て新しい視点を持つことについて話したいです。固定概念って自分ではあるかないかの判断が難しいと思うんです。私の友達で甘い卵焼きなんてありえないって言い張る子がいるんですけど、私の家は甘い卵焼きなんです。全否定されている気がして少しショックだったんですけど、何も言えなくて相手を傷つけずに喋ったり新しい視点を持つってことは難しいんじゃないかって思うんです。そうだね、固定観念を捨てて新しい視点を持つことは難しいことだよね。特に自分ではそれが固定観念かどうか気づきにくいことが多いんだ。でもちょっとした工夫でその意識を持つことができるんだよ。君の友達とのエピソードを例にしてどうやって新しい視点を持ち相手を傷つけずに話すか考えてみよう。1. 自分の考えを見直す。まず自分の考えが固定観念にとらわれていないか時々見直してみることが大切だよ。これが当たり前だと思っていることが本当にそうなのか考えてみよう。例えば甘い卵焼きが当たり前だと思っていたけど他の家庭では違うかもしれないと考えることができれば固定観念から解放される一歩になるんだ。 2. 他人の意見を尊重する。君の友達が甘い卵焼きに対して否定的な意見を持っているのはその子の育った環境や経験が影響しているんだよね。その意見を否定せずに、そうなんだね、うちの家では甘い卵焼きが普通なんだよと話してみよう。お互いの違いを尊重することで新しい視点を取り入れることができるんだ。 3. 自分の意見を柔軟に伝える。相手を傷つけずに自分の意見を伝えるのは難しいけどちょっとした工夫でできるんだ。例えば甘い卵焼きなんてありえないと言われた時にそれも一理あるけど甘い卵焼きも試してみると意外に美味しいかもしれないよと相手の意見を認めつつ自分の意見も伝えるんだ。こうすることで相手を否定せずに話を進めることができるよ。 4. 試してみる。新しい視点を持つためには実際に試してみることが大切だよ。君の友達に一度甘い卵焼きを作ってみるねと言ってみるとか、逆に君が友達の作る卵焼きを食べてみるとか、実際に経験することでお互いの理解が深まるんだ。どうだい、固定観念を捨て新しい視点を持つことが少しは分かったかな。相手を傷つけずに話すためには尊重と柔軟な態度が大切なんだよ。これからもいろんな意見に耳を傾けて新しいことを受け入れる姿勢を持ち続けていこうね。新境地発見です。私がまずは友達の卵焼きの味を体験すれば喧嘩にならないで済むかもしれないですね。その発想はなかった。その後に甘い卵焼きも食べてみてね
なんて伝えたらいいのかなって思いました。皆さんは固定概念についてどんなご意見をお持ちですか？他にもニルス・ボーアさんの言霊から未来に生かせるアイデアとして5つもアイデアがありました。皆さんもぜひコメント欄でニルス・ボーアの言霊について語り合いましょう。今日は新たな発見もあって刺激になりました。ありがとうございました。ここまで動画を見てくれてありがとうございました。ニルス・ボーアが苦悩しながらも自分の信念を貫いて新しい理論を作り上げたかが感動的でした。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは自分の専門領域でどのようにして新しい視点を見つけますか？ニルス・ボーアの専門家とはあらゆる可能性を排除した上で間違いを犯す人のことだという言霊には常に新しい視点を持ち続け挑戦し続けることの重要性が込められています。私たちも日常生活や学びの中で固定観念を捨てて柔軟な思考を持ち続けましょう。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。